でですね、まずエアキングですね。エアキングはですね、まあ一番面白いんじゃないかなと個人的に思ってるんですけれども、まあこれがエアキングのリファレンスでいくと5504ですね。これはですね、ちょっと大きめのエアキングで、1960年代くらいまで製造されてたんですけれども、あの文字盤にスーパープレッションと入ってます。で、ラグが20ミリで、針もこの笹剣っていうのかな、日本で言うと笹剣って言いますけど、こういうような、とんがった針がついてます。ブレスはもちろん、まあ、当時ですからリペットブレスです。で、これ、まあこれちょっと今、シルバーダイヤルですけど、もちろんこの黒ダイヤルも持ってるんで、これのブラックダイヤルが結構いいと思います。あればですね、ブラックダイヤルあれば。まあこれ交換しますけれども、まあこのオリジナルのブラックダイヤル、これ昔ブラックダイヤルから外したやつなんで、当時のブラックダイヤルですけど、まあ、このブラックダイヤルが結構いいんじゃないかなと将来的に持ってですね、エアキングの中でもこのうまく変えればこのあれですね、5504、これがいいと思いますね。一つはで、あとはですね、エアキング結構持ってるんですけど、5500で、この辺この4つ全部、この辺に入ってるのも全部エアキングなんですけど、まあ次に面白いのは、まあ、ダブルネームのエアキングが面白いんじゃないかなと思ってまして、これはアメリカのなんかな、アメリカのなんか、輸送会社かな、スーパーかなんかのなんかで記念になんかもらえるんですけど、10年間無事故かなんかだと、まあ、こういうこうダブルネームのエアキング、まあ、この辺も、まあ、将来的にはいいんじゃないかなと思ってますね。この普通のエアキングじゃない、でもドミノピザとか、まあ、もういいと思うし、何かちょっと普通のエアキングじゃないやつが結構おすすめですね。まあ、次にですね、カラー文字盤ですね。これはあのブルーダイヤルですけれども、黒じゃないです、ブルーダイヤルの5500のエアキングですけれども、まあ、このちょっと、カラー文字盤、黒とかグレーとかのちょっと色の変わったのエアキングがいいんじゃないかなと個人的には。これも結構今買っとけばそんなに高く買える、高くないんで、まあ、将来的にはまあちょっと楽しいかなと思いますね。あとはですね、まあ、デートジャストの中でいくとやっぱりサンダーバードですよね。まあ、GMT マスターがあんな高くなっちゃってるんで、サンダーバードが面白いかなと思ってますけれども。で、これはあのコンビのサンダーバードですけど、あれがいいですね。ホワイトゴールドとステンレスのサンダーバードはさらにこれよりもいいと思います。で、この辺はやっぱり5年後、10年後には今よりも相当高くなってると思うので、今だったらまあ、20万台後半から30万ぐらいで買えるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、お店だともっと高いですけど、まあ、例えばヤフオクなんかだったら30万ぐらいで買えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この辺が面白いかな、将来的には、まあ、GMT マスター化するような感じもしますんで。あとはですね、あの日本には当時入ってなかったんですけど、金張りモデルですよね。金無垢ではなくて、あのこのバリのやつですね。これのこうブレスがついてるのとか、まあ、割合数が少ないんで、ちょっと、面白いか、レア化する可能性はいつかありますよね。はい。これが、なんすかね。忘れちゃった。1002じゃなくて1025か。これ1025ですけど、一応、金張りのブレスもつけてます。オリジナルの。で、これが、1500の金張りモデルですね。あの、こう、フラッシュウィットはなんか金の、これ社外品つけてるんですけど、金のちょっと変わってるんでつけてみました。で、黒ダイヤルですね。1552だったかな。1552、ちょっと忘れましたけど、金張りモデルで黒ダイヤルにしてますけど。まあ、この辺が面白いかなと思ってます。まあなんか、ちょっと、レギュラーモデルよりも、ちょっとスポーツモデル的なモデルが面白いかなというふうに思って、まあ今は、この辺を、まあ、
5年後10年後のために、所有してもらう、そんな感じのいかがでしょうか。ちょっと違う目線で今日やって